小川勝五郎小川勝五郎は、日本の土木技術者、飛び職人の親方で、明治初期に親とい外国人から、いち早く鉄道橋の建設技術を学び取って、全国に、次々に、鉄道橋を仮設し、鉄橋小川の異名を取った。また彼の一座は、ゼネコンの間組の源流となった。小川は、幕末の江戸で生まれたが、青年月日は不明である。 幕府作事方の松本平四郎配下の小頭として活動し、明治維新号1870年から1872年にかけて新橋横浜間の最初の鉄道の工事に梅田半之助が率いる梅田組の参加で参入した。この際に、親とい外国人の指導のも六号川橋梁の橋脚を日本で初めて井筒を沈下させて形成する作業に従事して、 外国人の技術を学び取った。小川は、飛びの技能だけでなく、泳ぎもうまく、潜水作業を得意としていたため、特に目をかけられたという。小川は1873年に一等商店として、鉄道局に正式に雇用され、関西に移って引き続き外国人技術者の元神崎川橋梁、13川橋梁の仮設に従事した。1875年5月には、 六号川橋梁の伏線化工事に従事し、1877年に六道大西となった。この六号川橋梁の伏線化工事では、小川は失敗を重ねて成績が悪かったとされ、一種の左線として京都大津間の建設工事に送られた。京都大津間の工事では1878年9月に初めて日本人技術者が設計した鉄道橋となる 鴨川橋梁の仮設に従事した。1880年4月に、南鉄道局の職を辞任して、長浜鶴ヶ間の建設、長浜大垣間の建設などに、受け負い業者として参加した。小川は、鶴ヶ線などの建設従事中に、鉄道局長、井上勝時期時期の指名により、日本鉄道の建設工事に呼び出された。これが、 鉄橋大川の名をさらに高めることになった。まず、上野高崎間の建設に際して、荒川橋梁、神奈川、橋梁、カラス川橋梁を受け負った。続いて、大宮宇都宮間の建設に際して、利根川橋梁の建設に従事し、この橋が完成した際には、明治天皇が観覧した。この工事の際に、 利根川橋梁の宇都宮側に隣接する工区の建設を受け負ったのが、当時鉄道建設工事に参入したばかりで、後に大手ゼネコンとなる枕みを創業した間竹まであった。小川と間の縁はここに始まったと伝えられている。線路の建設が期待進み、宇都宮黒磯間では、絹川、橋梁、宝木川橋梁、中川橋梁などについて小川が施行した。 しかし小川の志向は東北本線についてはここまでであった。再度鉄道局雇いの身分となり、今度は東海道本線の工事に従事した。小川は藤川橋梁と大井川橋梁を請け負い、1886年5月から1888年9月までかけて工事を行った。この際に大井川橋梁へは代理人を送り、本人はほぼ藤川橋梁に つきっきりで工事に当たったという。この時期の小川の工事は円熟の一気に達しており、設計、監督、材料の手配、機械器具の使用、妊婦の手配に至るまで、独特の才能を発揮して、周囲の人を感心させた。特に、コンクリートを使用した5つの建設に際しては、底部と上部のみを強度の高いコンクリートで形成し、 中間部は強度を落とし少量のセメントで済ませることで、材料費の削減ができる方式を考案し、しかも何らの不安なく施行できたことから、以後の協力工事の模範となった。小川はここまでの工事で財を成したため、引退して東京に引き上げたという。1889年、九州へ赴いて、土木工事会社の間組を正式に設立しようと、決意していた。 相田武馬が神戸を訪れた際に、小川勝五郎のこの小川茂太郎と出会った。勝五郎が引退し、その資金と配下を引き継いだ茂太郎は、九州鉄道本社の建設工事を請け負っており、小川と間の間の相談で、間が技術的指導を引き受ける代わりに、小川が資金と人手を一部提供し、小川の手に余る仕事を、間が引き受けることになった。こうして、 資金と人材の問題をクリアした間は、創業にこぎつけることができ、恩義を感じた間は、後々まで枕のイン板店ンンとして小川組のものをそのまま使用し、ここから枕のマークが小の字を図案化したものとなった。茂太郎のことを心配して九州にやってきた勝五郎が、合わせて魔の協力工事現場に指導を行ったことから、枕が、 橋梁の間の名を生むきっかけとなった。小川勝五郎本人は、その後、東京で盛んに遊興にふけて、財産を使い果たしたと伝えられている。そのため日本鉄道技術庁の毛利茂助に、運動して、常磐線の利根川橋梁の工事に参入し、茂太郎が現場で代理人として施行した。この際には、小川組は、妊婦の供給だけを命じられた。この時点で、 小川勝五郎は70歳近くであったと伝えられている。その後の小川の動向は全く不明であり、1917年に土木学開始に、本邦鉄道橋の遠隔に収めてという記事が掲載された際に、小川勝五郎君個人に属しとあることから、この時点で亡くなっていることがわかる程度である。ありがとうございます。